be starting in just a moment. おはようございます。ラグベプロスタッフの永井誠二です。今回はですね、韓国は最終とにやってきてます。今の時期、平政が結構狙い目の場所で、日本でしたら北風が吹くと出れへんとこも多いんですけど、この最終と特にこっちのモスルポっていう南側のポイントは春名山っていう高い山が裏にそびえてるもんで、北風が吹くと風が少々強く打っても出線できるというメリットがあるんで、結構この近年冬場はこっちの方にやってくることが多いですね。ちょっと水温が今年高いんか、なんか魚の食いがもういまいちなんでね、ちょっと今回苦労するかもしれませんね。チャンスがあればトップもちょっとやってみて、2本立てで、今回頑張ってみます。お願いします。今回永井がやってきたのは韓国の最南端に位置するチェジュ島。ここチェジュ島は付近を対馬海流が流れているため、潮の流れが速く非常に豊かな海域となっている。大型のヒラマサを狙うことができる今最も暑いエリアの一つだ。今日まず第一番目のポイントはカッパ道、カッパ道の沖合の駆け上がりの壁ですね。これ60メーターから一気に15メーターぐらいまで駆け上がる壁で、いつもここで結構でかいのにねやられるとこなんですよ。壁際にタイトについてるヒラマサ狙いみたいな感じですね。ここはでもね、でかいのが来てもね、ここ取れるんですよね、根が荒いから。かなり難易度の高いポイントです。はじめにジグを投入したのはカッパ殿の沖合。駆け上がりの根についている大型を狙う。しかし反応はなく、次のポイントへと移動する。今日2カ所目のポイントに今移動してきました。朝はそのカッパ道の壁、そこ何度か叩いて、船長反応ないみたいですぐに見切りつけて、今一番沖合にあるマラドー、マラドーの、これも 橋ですね、橋の背、ここも結構根の荒いとこなんですけど、木の根が風がないんでかなりやりやすいかなと思うんですけど、ちょっとでかいのが来てもええように、道具をアルメイヤの57エクストラヘビーに P65 に変えました。ジグがね、今240からスタートですね。もう昨日の状況やったらもう300、350入れんと着底がわからんような状態やったんですけど、今日は風が若干収まってきてるんで、ちょっと太いめのラインには重たいめのジグ、それでラインスラッグが出んようになるべく、基本こっちはもう船がもうドテラ流しになってるんで、船を立てるっていうことがまずないんでね、そのドテラ流しの対応した釣り方っていうのを常に心がけていかないと、もうどん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 糸はもう出る一方なんでね、だからある程度糸にラインに角度がついてしまうと、ジグも動いてるか動いてへんかわからんような状態になってきよるんでね、ある程度ラインの角度がついてしまったら足元にジグ入れて一からやり直すと、だいたい3回ぐらい底が取れてますね、今の感じでは。しばらく当たりがなくポイントを移動。次はキャスティングを手に取った永井、トップに出すことができるか。その時ジギングをしている同船者のロッドが曲がった。群れがやってきたのか。間に合った急いでジグを投入した永井のロッドも曲がる。
カンパチ今バラバラってきたんですよ。で僕その時後ろでキャスティングしとって、これちょっとこれは乗り遅れたかなと思ったんですけど、最後に入れた仕掛けにうまいことヒットして、魚探見とったらね、駆け上がりの中層ぐらいですね、真ん中ぐらい、もうちょっと流れたあたりでまたヒットするんじゃないかな、あの魚探の功績見とったら。ヒット！永井の予想通り、先ほどのヒラマサを上げてから少し船を流したあたりで反応があった。サイズには納得できない様子だが、本日2本目のヒラマサをゲット。ちっちゃい、ちっちゃい、ばっかりやんかな、こんなサイズこそ伸びないものの、着実に釣果を上げていく。そしてまたヒット。かかった魚との1対1の真剣勝負。強烈な引きを軽やかにかわしながら、確実にネットインへと持ち込んでいく。はい、ありがとうございます。回収前の中層ヒット、ちょっとポイントが外れたとこあたりで振ってきよった。その後もキャスティングでは反応なし。今回はジギングのみの釣果となり、納得のいく結果を残すことはできなかった永井。しかし中型のヒラマサをコンスタントに釣り上げ、この海域のポテンシャルの片鱗を見せてくれた。大物を求める永井の挑戦は続く。